前回取り忘れたアイテムを取りに行かなくては。うわ風と雨びっくりした本当に。そしてまた風と雨が降ってきたらどうすんのっていう。豚の皮がいる。あ、でも豚の皮はあの祭壇があったから、祭壇の周りのあの豚の皮、頭が刺さってる枝壊せばどうにかなるな。よっ、そう周りを探索するとは言ったんですけれども、これなんだ、ん、スリッ、ん、これなんだ、なんだこれ、なんか怖い。ウィルソンか、ボールか、なんか泣いてる。これ持って帰っていいよ。これ船の倉庫に入れとこう。ボール、友達のボールかな。何言ってるか分かんないですね友達のボールかなってなんだボールを友達に見立てた、まあ、有名な小ネタがありますけど、このトランクはね持っといてよかった。で前ここで、うん、波に当たってパニックっちゃったんですよね。波に当たってえって思って、あ、そうだ、このねエイはいいですよ。よっ、このエイは倒せる。よし、あ、泡だ、泡を追うと確かクジラがいた。あれなんだこれ、変わったアイテム。よっ、これねロボにはね効かない攻撃をしてるんですよね。こいつら実はね毒を吐いてきてるんですけど、ロボはロボなんで毒効きません。なのでこいつら実質ロボにとってボーナスキャラクター。壊滅した、肉2つゲット。ちょっと待ってね、あの泡を追ってもいいんですけど、あのねまずサンゴ見つけることを始めたいと思います。と思ったらすぐ見つかった。泡を追った方がいいかもなこれ確かこれは掘るんだったかな普通に。これちょっと持って帰ろう。ナイス。これはしばらく取らないと、しばらくというかいくつか取らないと困ったことになりますね。おお、これまたいる、ボールフィンパレス。こいつらなんか有効的だよな。こっからもサンゴ取れんのかな、わかんないけど。あ、なんか夜になったら、あれなんかついてきてくれてる。あ、電気ついた。なんだ、豚みたいなやつらだな。豚よりなんだろう、癒し度が高いけど。ここめっちゃサンゴのエリアある。それより帰った方がいいですね。あれなんかついてきてる。有効的、イルカだから人懐っこいってやつ、ロボだけど。あのめっちゃ明るいクラゲ何、怖いけど。大丈夫だよねこれ、間に合うよね普通に。間に合う間に合う、大丈夫大丈夫。あのそう、よっ、あれ、あ出られたあれじゃないけど。よし、戻ってかい、戻ってきました。もう少しちゃんと喋ってほしいところですよ。で、ここは普通の変なベリー見つけたけど、海藻入れて普通の肉団子作りますかね。で、そう、持って帰ったこのライムストーン、よし、これを何個か作って、これできるだけ作っちゃっていいのかな。多分サンゴ自体で作るアイテムってなかったような気がするけど、どうだったかな。とりあえず全部変えてしまった。で、このチームニアを作ります。砂が必要で、これか、これどこに作ろうかな。これ少しだけこっち寄りにする、せっかくだから。せっかくっていうかもうちょっと下の方、鍋の近くにしよっかな。よっ、よし、できた。これね風によって消されたりしない、これ囲われてますからね火が。あれ、なんかカルフォニアンロールみたいにできちゃった。よっ、食べとこうとりあえず。そうか、わかめがちょっと多すぎたかな。まあ入れる材料によってねちょっと変わってきます。このあたり待てよ、この後どうするんだ、いろいろと。あの
テキパキやっていかないと、えらい目に遭うぞ、このゲーム。ゆっくりした時間流れてるなーって思うかもしれませんけども、このゲームにね、ゆっくりした時間なんて存在しないんですね、実は。早口になるほどに。タールランプ。そうだな、これ。なんかボールが喋ってる。ちょっと怖いな。そう、この島の周りをね、ちょっと探索しておきたかった。これ。よっ、スロー。投げとく。自由に、自由に投げちゃって、僕のことって言ってましたけど。お、蛇の皮の帽子獲得。ちょっと着とく。今のところ産地体力、バッチリ。お腹がちょっと減り気味なだけで。周り見ていきます。この島の周りにサンゴは別にないかな？それはなさそう。ここが一番近いサンゴエリアですね。それはありがたいです。さっきのボールフィンっていうイルカかな？イルカみたいな、なんか友好的な生き物っぽいですよね。まあ、いいことですけど。これなんだ？ウクレレ。ウクレレか。あ、と思ったらある。これサンゴエリアじゃない？あれ？ちょんびっとしかなさすぎてサンゴが生えてない。生えそうなサンゴエリアだな。あー、そうだそうだ。またしてもやりたいことを思い出したぞ。よっ。あ、ここにベリー生えてる。あとで動かしておこう。大丈夫？固まってる。大丈夫。生きた。よし、これベリーを植え替えるために抜いておいて、で、そうですね、この金もちゃんと取っておきましょう、忘れないうちに。よし、 OK。 で、ハンマーを持ってください。手に持ってください。で、これを叩く。ここからね、あれ、これハンマーでしたよね。ハンマー、よし、 OK。そうすると豚皮が手に入ります。竹も手に入る。ありがたい。で、この豚の皮によって傘を作ろうと思います。傘以外にも防具も作れます。結構ありがたい防具作れるんで、後で作りましょう。で、もう少ししっかり回り見ます。槍があと 9% しかない。草、枝、なし。よくない。取らないと。とにかく草、枝も取っていかないと。もうあと7日間ぐらい。次の季節はどんな季節だったか忘れましたけど、少なくとも今の季節よりは厳しい季節がやってきます。基本的に秋、冬、春、夏って感じなんですけど、シップレックとはちょっと変わってるんですよね。そういう感じでもない。これ、泡調べよう。ここん、こっち側に泡がある。この泡を追っていくと、クジラと出会うことができます。で、クジラと出会って戦うと、あれ？今、泡どうなった？泡消えちゃった？なんだ、この、こいつ何？なんて名前？レインボージェリーフィッシュ。虹色のレインボー。虹色のレインボー？虹色のクラゲがいるみたいですね。そうなの？あ、そう。それはいいですけど、ちょっと、お腹が、減りすぎてます。よし。なんかぐるぐるいってる。これ、あ、そうかそうか、襲われるのか。多分ね、何者かが襲ってきます。ちょっと待ってくださいね。ロープ作って、スピア作って、あ、ポイズンスピアみたいなの作れる。作っちゃおう。あ、ポイズンスピアって、そうかそうか、なんか矢が何パーセントでも関係ないんですよね。何言ってるか分かんないかもしれませんけども。
矢が、3% の矢でもあのポイズン、このベノムグラントっていうのと組み合わせると 100% の矢に戻るっていうちょっと節約術みたいなのがありましたね。うわーめっちゃぐるぐる言ってる。先頭の豚のヘッド、これ豚皮の頭、よし戦闘準備バッチリ、かかってこい。いつでもちょっと火足しとく、枝持っとく、来る、そろそろ来るね。サムシングイズカミングってます。雲が引っかかってる。これあれ本当に夜中に来る気だ。この世界の獣は火があるからってびっくりしたりしません。あ、来た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 、あれこんなんだった、なんかでっかい、え、かわいい、でっか、かわいい&でっかい、こんな、え、こんなやつだった誰そしてノーダメージで乗り切ってしまった。全く盛り上がる感じとかなし、普通に勝った。あれあんなんだったっけ、ちょっと記憶にないやつが現れたな。え、そうだったか。うん、何かに襲われましたけど勝ちました。名前すら見なかったな。狼みたいなやつだと思うんですけど、名前が何だったのか不明です。次はちゃんと見てあげよう、あんまり強くないってことが分かったからで、これ植えてあげて、でこれ枝も取っといて、このあたりはねこう日々の作業の一つになっていきます。だんだんとねこう周り拠点でやることが毎朝これはやるみたいな感じのねことが増えていくこともあります。あれなんかあんまり蜂蜜が取れてないな、なんでだろう。ネットと豚の皮でこれ傘は作っておきましょう。で金は入れておく。うん、あとね、飛来心みたいなのもね、作んなきゃいけないんですよね。飛来心、あ、サーマルストーン。体が温かくなる石ですね。そうそうそう。飛来心とか、そういう基本的なものも、全く作ってない。ライトニングロッド、金がいる結構。そう、金がね、ちょっと不足しつつあるので、もう少しだけ旅したいと思います。ですけれども、旅する前に、これぐらいでいいのかな。旅する前に食料が必要。これなんか引っかかってる。チェックトラップ。雲が死んでました、多分。雲の線が手に入ってる。この辺りに、いっぱい置いとこうかな。よっ。あ、肉団子できてる。いいぞ。よし。そしたら勝手に雲が引っかかってくれるっていうね。パンパン。なんで？どうしてこんなパンパンなんだいらないものいろいろ持ってるからな。でネットも一応ね1個持っときたい。どれだっけ、ネットネットネット、これも1つ。うわ枝ない、なんかいろんなものが足りてない、止まってる。で食料食べる、でもう1個突っ込んどく。で肥料を与える。でスコップがもうないのかな、つまり枝がもうない、スコップ持つ。でこの辺りを2本分移植、植え替え。でこの食料を持ってちょっと冒険に出なくてはいけないと思います。これもこの辺りに入ったっけ、入れといて、豚の皮ももういいから入れといて、で帽子も入れとく。よし、多分こ、ああこれもいらないわ、ライムストーンもいらない。でボートあっちなんで、あっちですね。多分2日間ぐらいはこれで旅できます。これ肉団子あるんで、よいしょ。でその前に、あそうだ、畑ねいろんなことやってるとね、いろんなこと忘れますよね。よっ、あでもちょっと船の体力もちょっと怪しい。143ってまあまあ減ってるな、なんてこった。
それにちょっと気づいてあげられなかった。よよ、え、これってこれ掘れる？あ、掘れないか。なるほど、海の中にある草は掘れなさそうですね。うん、取ることしかできない。わかりました。じゃあどっちに行きます？これは東でお願いします。こっち側に移動しましょう。で、槍持って一応何かいたら戦うようにします。お、浅瀬、これは島が近い。サンゴは今のところ今ちょっと必要じゃないから、ちょっとスルーし気味で動いて動きましょう。よっ。で、どっちかっていうと食料の方が必要なので、ワカメ取っていきます。ワカメはね、移動できなかった。うん、何やっても移動できなかったはずです。浅瀬、あれ、これ浅瀬だよな。あれ、そうでもない、ただのサンゴエリア。いや、いや、浅瀬だ。この辺りに島があるはず。あれ、どこか、あー、あったあったあった、よかったよかった、見つかった。あー、豚がいるエリアだ。うん、と周りグイッと、あー、いっぱいなんかいっぱい豚寝てる。うん、なるほど。ちょっと降りないとまずいか。貝殻持って帰ろう、ちょっとだけ。よし。で、火起こさないとまずいですよ。うわ、この島もこの島で何にもなさそうだな。これ何、この島、これ何にもないよ、これ多分。もう底が知れてる、この島。もうすでにね、すでに底が知れてます。ピンチ。この辺り掘って帰るぐらいだな。豚がいて、うーん、あー、そうだそうだ、分かった分かった、何にもないことはないわ。これだ、これ、あれ、ハンマー、あれ、ハンマー置いてきた、全部使い切ったハンマー。いや、分かんないな、ちょっと分かりませんけど。あー、でもハンマーって言ってもな。とりあえずこれ、あれ、あれ、怒るようになってる、この豚怒る、まずいな、この豚怒るんだったら怒るで。ちょっと戦おうか、来い来い、 I will destroy you。 いった、ヒットアンダーウェイ上手。いや、無益な戦い始まった。これ、それは全く効いてないよっ。うわー、無駄な時間過ごしてるこれ絶対。あ、倒した。豚の皮も落ちなかったし、ただ肉が腐りかけてる。すいません、なんかこんなの見せちゃって。しかもパンパンのパンだしな、これ本当に。あ、これ食べよう、お弁当食べよう。これ他の人の家は大丈夫？あ、他の人、あれ、もう一匹出てきた。豚の皮がちょっとね、欲しかっただけなんです、正直に言うと。で、何を捨てるかっていうとね、これは難しい。ちょっと、もう種食べとくか、これよっ。いらないものを持ってきすぎたかもしれない。あ、でもそうか、船の倉庫っていう手もあった。まあいいか。で、これ今からね、南に向かいます。船の倉庫にこの肉だけ入れといて。うわー、船の体力115。なんかに攻撃されたらアウトなのでは。ライフジャケット、ライフジャケットは確かね、溺れる時につけてると、助かるだったかな、多分そういうアイテムなはず。ライフジャケットって書いてるぐらいだしな。で、これね、波に当たっちゃうと真正面から船の体力削れるので、これはね、うまく避けていきうまく避けていきましょう。15日か。だんだんね、日が短くなってくるので、夜がね、前より長くなってきて、まあ、季節の移り変わりでそういうのも変わるっていう、要素があります。お、倒そう。よしよし、
お肉、お肉。まだいたけど、する。お肉はもらっとく。うわ、深いな。なんだ。これ壊していいのかな。あ、無理だ。なんだ。ウォータリーグレイブ。グレイブ。あれ、この辺り島があるわけじゃないな、これ。ちょっとマップカチャカチャやってますけど、海がむしろ深くなってってる。これで大丈夫か？ 100 しか体力のないこの船で。